期待でございます。こんにちは、3月28日午後、4時ですね、こっちに来て3日目ですけども、災害ボランティアセンターを通じ、現地のボランティア活動に今日から入りました。昨日一昨日はね、各ボランティアネットワークだとか消防団の皆さんに、支援物資だとか義援金をお届けしていろんな意見交換してっていうことになりましたけども、今日から本格的な支援活動です。津波のね、被害に遭ったところの家具の運び出しだとか家財道具の運び出しだったりですけども、いや本当に、大変な状況です。また明日から頑張ります。すいません、期待でした。こんな感じ。あ、ちなみにこれ多賀城市役所です。社会福祉協議会。以上です。